まりの皆さん、こんばんは。こんばんは。私たち東海道初育成型フルーツアイドル、フルーティーです。よろしくお願いします。今日人数少なく並べるので一歩前出ますけど、いつもこうね人数が多いので丸くならないといけないんですけど、はい、今日は愛子と京花と優愛の3人がお休みで、はい、7人のフルーティーなので、はい、ちょっとギュッとしてますけれども、はい、少ないね。少ないよね。少なくないんだけど少ないね。ね、少なく感じるよね。はい、今日は7人なんですが、はい、ライブやっていこうと思います。じゃ今日参加するメンバーの自己紹介からしていこうと思います。はい、リーダーライブ担当おばちです。イエイ。はい、グレープフルーツ担当サイです。イエイ。はい、みかん担当サイです。イエイ。はい、いちご担当カノンです。イエイ。はい、アセロラ担当みさとです。イエイ。担当ポリナです。はい、歌手担当おまるです。あ、おばちがですね、これを忘れちゃって、うわ、来た楽屋にあって、あ、もうね、取りに行ったらかと思った。来たね、今、無理だよね。持ってきてくれるから。あ、ベッツさんがね、届け次第つける。走りましたね。あの今日はね、さいちゃんがデザインしてくれた衣装を着てるわけなんですけど、さいちゃんが実は卒業を控えてまして。そうなんですよ。数えたところ、札幌で皆さんの前でこういう風にライブするのも、うんうん、アリオさんのライブも、さい、うん、ちゃん今日がラストです。いや、何その答え。みんな今日さいちゃん最後です。そうなんですよ。ですか。もうあと知ってたけど、うん、ね、びっくり。びっくりだよね、みんなもね。そう、だから今週これから明日から東京遠征に行ってきまして、はい、来週戻ってきたら、あの一泊ツアーってやつの歓喜ライブイベントみたいなのが、ね、イベントがあって、その後もう卒業ライブなんですよ、さいちゃん。2回目。みんな次卒業ライブなんだよ。何これ。最後の有尾さんなんかね、はい、それこそここでのイベントもさいちゃんは6年目でずっと出てたイベントだと思うので。そうですね。いや、なんか私すごい印象に残ってる自分的な出来事があって、うん、なんかあの高校生の時にこのフルーティーでの活動を始めた時に、うん、あのみんな制服でその学校終わりに友達がめっちゃ見に来てくれて、はい、応援しに来てくれたこととか超印象に残ってて、うん、いや、自分が高校生だった頃から続けてたっていうことにもね、まずびっくりだし、そうやってね、もう6年目になりまして、うん、すごいですね。そう、毎月、ほぼほぼ毎月、ま、いろいろ解散とかあって立てなかった時期とかもあったんですけど、うん、こうやって毎回立たせていただけた有尾さんにはとても本当にお世話になったので、あの、実生活でも利用させていただければ。買い物しに行きましょう。はい、でもね、もうライブで毎月来ることはなくなっちゃうので、うん、本当にすごい慣れ親しんだ有尾さんでのラストライブがすごく惜しい気持ちがするんですけれども、今日も精一杯頑張りたいと思いますので、はい、皆さん最後までぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。桜色という曲から聴いてもらいました。はい、次は去年出したメジャーシングルと今年出したメジャーシングルの表題曲を2曲続けて聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。ハイパーボディ。「そんなことは言われても」「今飛ぶような時
ありがとうございます。ありがとう
でハイパーボディフロントライナー2曲続けて聴いていただきました。はい、はい、まあ週末平日問わずいろんなところでライブもやらせてもらっておりますが、今フルーティーはメディア のお知らせもたくさんできる状況にありまして、はい、テレビの告知だけねさせてもらおうと思います。はい、毎週火曜日深夜1時35分より TVH さんにてバッチリ撮ったろアイドルがネットでてっぺんとんなんてが放送されています。はい、はい、MC に次長課長の河本さんを迎えたバラエティ番組なのでぜひ見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれでもね、なんかさ、この間放送された回のさ、はい、もうさいちゃんの出荷会だったんだよね。そういえばね、そうね、予定でね、もっと早くに本当卒業日程がねあったから。あ、そうですね。そう、結局もうちょっと後になったので、はい、テレビではちょっと早めの出荷コーナーがもう終わったんですけど、はい、ね、あのまだまだ続いていきますので、はい、はい、ぜひ見てもらえればと思います。でその番組もあの YouTuber になろうじゃないけど、 YouTube 関連の、ね、番組になってて、はい、そうですね、連動してますね。そう、動画も上がってるので、はい、まずはそちらから見てもらったりとか、はい、フルーティーのインターネット TV っていう私たちの YouTube のチャンネルの番組もあったりしますので、はいはい、いろいろ見てみてほしいなと思います。はい、詳しくはフルーティーの公式ホームページやメンバーそれぞれ Twitter やってますので、そちらからいろんな情報をチェックしてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは最後の2曲聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。ガチ。I'm not afraid to die.
ルティの公式ホームページ、メンバーのツイッター、はい、あとスタッフさんが配ってくれていた無料の情報誌、フライヤーというのにも載ってますので、はい、そちらからぜひチェ